3ピッチぐらいで枕乗って、うん、やばい降りれないもうおすすめめちゃくちゃマジいいよねこういうソリューションを求めてる人たちだからこんにちは、クライミングチャンネルです今日は渡辺海斗選手にお越しいただきましたので今日はよろしくお願いします。実は渡辺海斗この間のジャパンカップのセッターでございます。は、まあ、そうかなり貴重な経験、うん、いい経験ができたなと思ってます。そうだよね、これからどうするの？来年っていうか今年は今大学4年生で、はい、卒業今年して、はい、どうするの？日本から消えます。日本から消える？マジ？どこってです。まあまだこう 100% 決まってるわけじゃないんですけど、うん、まあ、カナダとかそっちの方に、うん、まあ、ヨーロッパの方がクライミングは盛んだし、うん、強い人もたくさんいるんですけど、うん、まあ、英語圏で英語を勉強したいなと思いますね。なるほど。まあ基本セットを学びに行くんだ。いや、セットを学ぶっていう感じはおまけですね、多分。英語がメイン、はい、英語を学びながらセットに、はい、セットは多分学ぶっていうより海外でさせてもらうって感じですね。うん、まあ、その多分僕が行きたいって思ってるところにそのオフィシャルのセッターは多分いないんで、うん、そのモントリオールっていうのを行きたいんですけど、はい、多分いないんですよ、オフィシャルのセッターが。まあその大きい大会が年に1回か2回あって、その時にまあオフィシャルのセッター来るんですけど、うん、海外の選手もたくさん来て、その時に来るぐらいになるのかな。どんぐらいの期間いくつも予定では1年ぐらいですね。ほうほうほう。トレーニングについていろいろお聞きしたいんですけども、普段やってるトレーニングメニューってどういうのになってますか？まあ、僕が、まあ、大学生だった時、また途中からの大学2年ぐらいから、うん、その小田さんっていう人がやってる小田トレを週1回やって、それ以外は基本のボディだけですね。週1回って結構だ。それはなんかどっかに集まってやったりして？いや、それ僕がやってた時は大田さんとワンツーマンで2時間ぐらいやって、うん、でたまにその、まあ、みんなが見てると思うんですけど、夏とか冬とかに結構くらいの合宿みたいなのをやってやってる感じです。それは具体的にどういうことやるの？まあ、基礎トレーニングみたいなもんですね、うん、器具使ったベンチプレスとかデッドリフトとかじゃなくて、うん、自分のほぼ自重だけで、うん、こう、まあ、クライミングって全身使うじゃないですか、うん、指以外の部分をこう動かしていく、使っていく感じです、体幹とか、なんかそういう、そうそうそう。ちなみに指ってクライミングで鍛えるってどういう風に鍛えるの？ロールだけ。指強くなりたいですっていう人結構いるの？指強くなりたい、指強くなりたいは無理じゃないですか。無理？もう遺伝子だと思いますけど。あ、本当は。だその、まあ、保持力を鍛えたいとかだったら、まあ、悪いホールドに行って価値の悪いのを握って持っていけばいいと思いますけど、指の強さとか僕はもう DNA だと思う。あ、本当？やっぱりそうだった。いやでもやっぱある程度までは上がりますよ、うん、もちろんそれやってったら、けどその1個超えるにはやっぱそれ1個超えるなりのものを持ってる人じゃないと、もともとね、まあ、努力の値が同じでも、まあ、1個そこから差別化するにはね DNA だと思うんですよね。ちなみにそのある一定のところまで行くためのトレーニングっていうのはどういうのか、悪いのに行って登るにとか、まあ、あとは自分に向いてるトレーニングとかを見つけることだと思います。ほうほう、なるほど。やっぱあの人がやってるからって言って自分に合うのかも分かんないし、うん、やっぱその自分に合ったトレーニングで一番最適な方法でやるのが、ちなみにその自分に合ったトレーニングってどういう、僕の場合だとそのキャンパーボードとかじゃなくてもう単純にクライミングするだけですね、うん、自分に合ったトレーニングを見つける、うん、それがまあ確かにね、いいんじゃないか、継続で継続できるもんね、うん、小学校高学年のお子さんがいるらしいの、はい、小学校高学年のキッズクライマーの練習メニュー、なんかおすすめのものありますか？大学でいろいろ勉強したりして結構なんかさ、うん、クライミングをまあやらせたいんだったら多分その楽しん子供が楽しく登ってるだけで子供が強くなっていくと思います。まあ、
しくなかったら続けられないですし、僕とか、まあ、今僕の周りの世代とかも多分楽しいからクライミング続けてると思うんですよ、うん、そうね。じゃあ結構小学校高学年とかそんぐらいの段階だったらクライミングの楽しさを覚える。そう、それが一番いいと思いますね。例えばそういうのはどういうのになるの？やっぱ好きなの登らせる。まあそうじゃないですか。それこそ子供が例えば岩やってみたいっていうんだったら、安全な環境の下で岩を連れてったりだとか、うん、まあ、リードやりたいんだったらリードやらせるし、ボーダーやりたいっていうんだったらボーダーやらせて、なんか一番いいと思う。やりたいもの、興味あるものをどんどん引き出してあげて、それをやらせてあげるっていうのが一番いいと思うんです。牽制しろとか、うん、スクール入れとかだと、それ親の意思じゃないですか。あ、そうだね。それは良くないと思います。おお、だってカイト君の好きなムーブ教えてください。得意なムーブ、多分立てすぎないより少し斜めとか横の距離出しとかの方が、うん、多分得意かな。そうですね。自分のセットにもなんか現れたりするのか。ああ、でもやっぱり例えば一番悪い課題とか、うん、例えばすっげえ悪い課題セットしてくださいってなると、多分そのやっぱ自分が得意な方向にちょっと行きがち。ちょっと行きがち。なんそれはなんでだろう。指導もしなきゃいけないし、やっぱなんだろう、そのすごい悪い課題に対して可能性を見出せないじゃないですか、自分の苦手なムーブだったら。確かにね。そうかだから多分自分の課題得意な方に少し寄っちゃうんじゃないかなって。例えば周りにもう首頭要員がいて、それがめちゃくちゃ強かったらその人にやってもらえばいいけど、そういう人たちがいなかったら。そうだよね。カイト君がセット入った時はセーバー弓になると。まあなんか大きいムーブになると斜め斜め大きいムーブになる。覚えとくぞ。普段どこで登ってるんですか？普段はアンダーグラウンドです。東市場の、はい、別名トラマンナイト。そんなことないから。何が魅力なんだろうね、そこの。でもあそこで登ると強くなるのは確実だよね。ベースを上げたいとかって思うならいいんじゃないですか、ああいうジムは。グレードを追い求めてる人は絶対来ない方がいいです。あ、そうだね。何級登りたいとかっていう人は絶対来ない方がいい。登れないもんね。登れないんで。5級マックスの人が多分5級は絶対登れないもんな。そあそこの1級とかまで外の3段、2、3段あるもん。ありますね。平気でやってくるよね。はい、たまにまあ某ジムだと、うん、うちのお客さんの3級頑張ってる人だと1級、1級できましたとか多分あるんですけど、たまにある聞くんですけど、まあ、それくらいのズレはあるかもしれないです。僕がこのアングラに入ってその入った時のグレード感をそのままこうぶっこけしてきついたら、別にまあ店長が簡単にするぞって言ったらもう、あ、はいって言ってる。あら、店長にこうなんだじゃないですか。トリック、はい、トリック。まあでも俺は結構好きやけど、ああいう強くなる系のジム。ピンチ力を上げるためのトレーニング方法ってありますか？ピンチを持つことです。ピンチを持つことピンチが出てくる課題を登るってこと。そうですね。例えば自分で課題作って、うん、その持ちたいピンチとか悪いピンチを持って、うん、例えば次右手側その悪いピンチだったら、うん、左手はちょっと側にして、うん、それに入りやすいように課題を作ったりとか、うん、でそれをまあこの逆をやるとか、うん、そうやってなんかこう少しずつやっていけば。なるほどね。あ、ピンチ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 は持ってない、絶対できないじゃないですか。そうだね。自分のできるギリギリの範囲で力で、そう、自分のそれやっていけばいいと思いますけど。ジムのスタッフに作ってもらえばいい、ね、あ、それが一番早いと思います。その反対側が側でもう片方はピンチっていう課題を作ってくださいってスタッフに言えば、うん、具体的な、ね、そういうソリューションを求めてる人たちだから。それがいいと思いますけど、やっぱそうなのか、うん、だったら価値を強くなる、価値強くなりたいって人もそういうことだよね。そうそうそう、片方側でガバアンダーで価値で、次デッドで遠くのガバ、そう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 、そういうのやっていけばいいんじゃないですか。スタッフの皆さん、スタッフの皆さん、全国のスタッフの皆さん。外と中どっちが好き？両方好きですよ。両方好き。もう両方それぞれ楽しみ方が違う。はい、ね、外最近トラッドもやるもんね。はい。トラッドは何が魅力？冒険的なところ。ああ、冒険的な、なんか突然だったもん、行きましょうよみたいな感じ。あ、いいよみたいな感じだったけど、興味はあった。興味はあった。やっぱあと、まあ、すごいなんかかっこいいなとか面白そうだなって思って、うん、僕らが結構なんか一つのことを集中的にポンってやるより、うん、
まあ、クライミング以外でもそうなんですけど、結構いろんなことをやるのが好きなんですよ、うん、まあ一つのことを、まあ、中とかに絞るんじゃなくて、まあ、岩とかだったら、まあ、リードもボルダーもそのやっぱトラットとかもやってみたいなっていう気持ちから最初始まって、うん、まあせっかく同じフリークライミングっていう括りにあるけど、そう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 、まだ触れてない部分だったら、そうそうそう、触りたくなっちゃう、触ってみたいですもんね。現代だとやっぱボルダリングから入ってリードクライミング始めてちょっと触ってみて、そうそうそう、だんだんこう、あ、まだこういうのもあるんだ、こういうのもあるんだ、こうボルダリングをスタート起点に広がっていくのが結構遅かったね。彼でもそんな感じで、そうです ね、もう自分の知らない領域がだんだん見つかってって、そうそうそう、すごい楽しくて、けどまだ僕はまあその R がついたぐらいだと、あのルートとかはやらないんですけど、うん、やってみたい。まあいずれはやってみたいなとか思いますけど、なんだろう、それをやってそのやっぱ、まあ、R がついてるっていうかあるから、怪我をした時とか、うん、そっちのことを考えると、まあ、まだできないかなっていう。そうね、別に今そこにこだわりを持つ必要もないし、やんなきゃいけない時もないから、でも今なんかちょっと逆に R よりフリーソロとかの方がやってみたいなと思います。トイ一面って上がって降りれる、歩いて降りれるんでしたっけ。降りれる、降りれる、やってみたい。まあそこでやってみフリーソロ死んだら終わりですけどね。いいレッジがあるんで、2人分ちょうど寝れるね。やばあるんで。え、岩の途中にですか。そう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 、あのね、アレアレアっていうルートってすぐ左にモアイフェイスがあって、はいはい、そのピッチ、革新のピッチの上のところにねテラスがある。オフィススモーク1個手前かな。そこのテラスでめっちゃ寝れるポイントいっぱいあったし、やっぱ最近ってか、まあ去年の10月ぐらいか、うん、ちょっとこう難しいのをやってみたいなって思ってきて。どれやったの。コスモスってやつやった。ああ、やったんだ。やりました。できた。いや、途中で真っ暗になって降りてきました。そうなんだ。あ、でもピッチバイピッチでもレッドポイントしてきながらってやつ。そうそうそう、3ピッチ目ぐらいの途中でもう取り付いたのがちょっと遅くて、3時ぐらいから取り付いて、うん、3ピッチぐらいで真っ暗になって、うん、やばい、降りれない。ちゃんと絶対持ってた。持ってたんですけど、上行った後にまあ、もう真っ暗なんかクライミングするのも危ないし、まあ、高グレードだったんで、しかもその中間地点がグレードがこう、まあ、定かじゃないみたいなところに書いてあったんで、これはすごい俺の方がいい。気をつけてね。20歳男です。20代からクライミングを始めて、うん、段とか登れるようになるもんですか。なりますよ。なるよね。なるなるなる。じゃあ段を登れるために何をしたらいいの。クライミングをした。クライミングをした。初段クライマーへの道はクライミングするだけ。はい。簡単に片付いたね。指が痛くなった時どうしてますか。どう痛く負荷を落として登り続けるとか、そういうことするんですか。あー、でも僕一回指痛くなって、うん、3ヶ月きっぱりやめました。クライミングゼロにした、はい、そしたら治りましたよ。おー、いいよ。クライミング一切やらずに3ヶ月やんなかったっすよ。禁断症状とか出なかった。いや、僕は全然大丈夫。その間何してたの。他運動しないの。あ、でもなんかちょっと遊んだりします。やっぱ学校の仲間と。あ、もう本当にサッカーとか、サッカー好きとか、そう、公園でできるやつで。まあ、じゃあ指痛めたらクライミングやめろと。やめた方がいいと思いますけどね。やっぱりやってたら絶対難しいのやりたくなっちゃうし。うん、聞いとこう。ランジのコツ。僕はランジのコツは手を離すタイミングかな。おお、重要。大きく振って、うん、手を離すのが早すぎると壁から出ちゃうし、うん、もう遅すぎると壁に突っ込んじゃうね。あ、こうこうやってやりながらここだっていう感じで結構手に意識を。でも僕が結構よく見るのはみんな結構早いです。早すぎ。早い。結構後ろに飛んじゃってる人が多い。そう、ね、ランジで壁にドーンになる人いないもんね。結構やっぱ後ろに飛んじゃってる人が多いから、うん、みんな手を離すちょっと早いかなって。なるほどね。勢いは誰、まあ、分かるじゃないですか。まあ、つけ方はみんな分かる、簡単だよね。僕は多分足よりこっちを意識しといた方がいい、うん、そうですね。教える時とかもそっちの方が多分伝わりやすいから、うん、そうだし、人間そうだよね、足より手の方が器用だからね。普段履いてるシューズは何ですか。僕は VSR です。 VSR、はい、スカルパンを。はい、これ VSR、 これ、これ、
中で基本これ履いてる。中でも外でも使えます。あ、中も外もこれ履いてんだ。ボルダーもルートも、そうですね、両方使う感じです。トラッドもこれでやってるんですか。たまにやりました。たまにやったんですけど、まあでも全然できるな。まあそうだよね。細かいスタンスとか次出てくるかな。このクラックジャムレーンこれ全然できますよ。痛くない？痛くないです。この VSR は何がいいの？このあのオレンジのやつもあるじゃん。はい。あれとは何が違う？なんか、まあ、僕が聞いたのは、うん、一応ソールが違うだけって聞いたんですけど、うん、これ、まあ、VSR はグリップ2なんですけど、うん、オレンジの VS は XSH なんですよ。ああ、じゃああっちの硬い。あっちの硬いです。でも僕が一番この靴で好きなのがヒールで、ほうほうほう、ヒールがめちゃくちゃ最強です。めちゃくちゃ最強、マジでもう敵なし。敵なしです、マジで。なんかどういうこと？わかんないな。けど510履いてる人でもいいって言いますけどね。510履いててもけど、多分これ履いてヒールやってる人は510戻れない。いけないです。いけないのは。あ、本当。なんかヒールのかけ方が違うんですよ。あ、そうなの。はい。てかまあ510のヒールって結構細くなってるやつが。ちょんまげでかけると思うんですけど。510って、うん、結構これだとまあ面でもかけられるし、ちょんまげでもかけられるんですよ。これちょんまげっていうの。まあ、ちょんまげっぽくない。これはちょんまげじゃないけど、ちょんまげっていう、あの510のヒールのところちょんまげっていう人、俺初めてだったけどね。言わない言わないね。言わないよ。いや言わないよ。ちょんまげってか多分自分だけど。なんで今度から使おう、面白いから。ちょんまげ、じゃあ VSR のヒールはちょんまげでもこのカノンのところでも面でもかけられる。最強だよね。うん、VSR はそうですね。実は俺も履いたことあるんだけどね。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいよね。これ中で履く分には俺マジ最強だと思って、ね、本当にいいですよ。あと僕とか結構体重もあるんで、うん、これくらい剛性があるやつじゃないと。で結構なんか幅広くできてるよねこれ。僕はい、腰でかいんですよ、幅も広いし。俺もね、幅広くでかいから VSR はなんかね入るんだよ。全体的に柔らかい感じもするから。うん、そうですね。おーしマジいいよね。ヒールに困ってたらこれを買うべしですよ。確かにそうね。それは確かに。そのロールフィルムは今いただいてる。はい。林さんの、はい、ロールフィルムいただきます。いいな、ね、着てるよね。好きなの着てください。クライミングしながらも着るし。そうね、まあ普段着てるの変じゃないじゃないですか。そうね。なんか結構かクライミングのウェアってなんか変にクライマーが入ってたりとか。とかちょっと緑とか黄緑とかじゃないですか。目立つよね。でもロールって結構そのタウンユースのやつが、うん、結構黒が元、黒系とか白系、まあ、結構シンプルなものが多いんでね。そうだね。別に普段着てても全然。クライミングをデートに使う人間って結構いるじゃん、はい、それで実際に獲得する方法みたいな。回答流メソッドは何を使ったんですか。いや、なんかクライマーだったら一緒に登りに行けばいいと思いますよ。で、多分3回ぐらい登りに行って向こうが他の人を誰かな、もうほとんどの確率とかで誘ってきたら脈がないと思った。例えば荻窪とかみたいに、ああいう練習、すごい練習になる場所で、うん、同じレベルの子とかを誘いたいのはまあわかると思います、うん、けど例えばちょっと違う、まあ、アングラとかだったら、うん、2人でもちろんまあ男側が強い前提ですけど。おうおうおう、なるほどね、はい、強い前提で、まあ、もうな、もうまあ毎回クライミングに誘って毎回誰か誘われたら多分脈がないと思う。おお、なるほど、参考になるね、非常に。なだと思うけどな。バス行った方がいいな。バス行った方がいいです。どういうこと？例えば土日とかで普通に登り行って、うん、昼間から、うん、登った後に、まあ、ご飯でもいいから、うん、行った方がいい。行った方がいい。そう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 、クライミングじゃないところも知った方がいい。3回ぐらい一緒に行って他のクライマーを誘われたら、まあ、脈がないと。脈がないっすね。逆にその3回ぐらいもう2人で行けたらもう行けると。まあでもそれはでもやっぱ分かんない、お互いの雰囲気かな。お互いに
まだ一つの指標にはない。そうそうそう。でも僕はそれくらいでした。あ、僕はそれくらいでしたか。次回、その、はい、インタビューしてほしい人とかっていうのは誰かいるかな。小田さん？小田さん。小田トレの小田さん。小田トレの小田さん。じゃあ、ここら辺で、ちょっと、クライミング的なところから、ね、ちょっとクライミング、そのトレーニングの関連を、そう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 、もっともっとちゃんと話してくれると思うんで、なるほど、ちょっとそういうのを組んでみますかね、小田さん、じゃあぜひよろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。貴重なお話を、はい、カットしまくってる。カット乗せられないことばっくそみたいなことピーすらできない、隠しきれないものばっかでしたけど、今日はありがとうございました。じゃあまた、そうね、アメリカじゃない、カナダ行って、はい、一回り、二回り成長して、はい、ぜひ、お前さんも来てください。一緒にスコンビして行きましょう。行くわ。ありがとうございました。またね。またね。